名駅地下街、サンロードとは愛知県名古屋市中村区名駅にある地下街である。名古屋地下街、株式会社が運営する。1957年3月18日に開業した日本最古の本格的地下街である。本地下街の下を走る名古屋市営地下鉄1号線の同年11月15日の開通に先立つ形のスタートであった。開業時はた案に、 名古屋地下街と呼ばれ、モグラの地下ちゃんというマスコットも生まれた。1964年9月に第二次工事、1969年10月に第三次工事が完成し地下街の拡張が行われている。1972年11月の大規模改修工事完了を基として、同年12月よりサンロードに名称変更された。1990年代に 名古屋地下街、サンロードの名称を、名駅地下街、サンロードに変更している。所在地は、名古屋駅地下鉄改札南口の南側、名駅通りの地下にあたり、2013年2月現在においては、名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、名鉄バスセンター、ミッドランドスクエア、モード学園スパイラルタワーズ等に囲まれた立地となっている。本地下街は、 地下屈作の走行時費削減を主な目的として地下鉄東山線の路線と同時に建設されたため開業時に建設された通路は地下鉄線路に沿った形で大きくカーブしているのが特徴である南東側では宮古地下街と新名風土北側では名地下西側ではフードターミナルのように複数の地下街と接続する本地下街を建設 運営する名古屋地下街株式会社は地下街開業に先立つこと4年前の1953年8月26日に資本金400万円で設立された。設立時の社長は全中部日本新聞社社長の杉山虎之介、専務は全復興建設技術協会中部支部長の花井又太郎であり、取締役に毎日新聞社、トヨタグループ、 名鉄といった周囲にビル建設を計画していた企業の代表者がなお、連ねる形の出発であったとされる。名古屋地下街、株式会社は、名古屋地下街、株式会社は、名古屋駅前より、笹島電停に至る道路下を利用して、一大地下街を建設し、駅前における交通の混乱を除去し合わせて、高層豪華な商店街を、 アミューズメントセンターたらしめんものとするものであります。として、地下街建設による地上の渋滞の解消、交通事故発生の防止と地下街を中心とした周辺地域の活性化を狙って設立されている。設立以後、会社が上げた利益は地下街の環境整備に充当され、それによる地下街通行者の増加が利息であるとの考え方に立っており、 2007年時点まで株主に対する配当は実施していない。2015年現在、代表取締役社長は、改正時、賃借権の譲渡及び転退を容認している。愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番25号、先1960年代半ばより中部日本放送では主に平日10から11時台に、地下街内の店舗数店の臨番性による、 スポット CM が放送されていることでも有名。そしてかつて、ウルトラファイトやハンナ・バーベラプロダクション制作の作品のスポンサーもしていて、その際も上記の方式で CM を逃していた。また、場内には日本では、珍しい、有料トイレがあった。ABC 名駅地下街、サンロード公式サイト内、組織概要、名古屋地下街誕生物語2007。 P59 名古屋地下街誕生物語2007ピアニッシモ43から45 AB 名古屋地下街誕生物語2007末年表名駅地下街サンロード公式サイト内フロアガイド 名古屋地下街誕生物語2007ピアニッシも36から37名古屋地下街誕生物語2007ピアニッシも13から17名古屋地下街誕生物語2007ピアニッシも10から12名古屋地下街誕生物語2007ピアニッシも45から46名古屋地下街誕生物語 2007P5 名古屋地下街に関するカテゴリーありがとうございます